僕子供の頃ってやっぱ親父がこういう仕事やってるっていうのは知ってたんですけど、松本民芸っていうこと自体は別にこんな中学生とかそのくらいの年代の時は分かんなかった、知らなかったっていや知らなかったんですよ。で、就職するにあたって親父がまあなんていうのかね、会社を紹介してくれたとかそういう感じで入ったんで、それからですね、僕と松本民芸との本当のお付き合いはね、だから親父がやってたはやってたんですけど、まあその時はそんな子供の頃ですからね、親父が何やってるかってそのちょっと知ってるぐらいだけだったんでね、じゃその姿を見てて、見てって今言でわもれなるかったってこと、とですね。そうですね、見てはいなかったと。家でなんかこういう木をいじっていたずらしてるっていうのは見てたんですけど、こういうものを作ってるっていうのは見たことはなかったよね。いまだにお客さんってうちの製品を何て言うんですか、長いこと使ってくれてるなっていう、もうそのあれはすごい持ってますね。だから30、40年、まだ俺の作ったものはあんまり修理で戻ってこないけど、大体もしかしたら俺が辞めた頃に戻ってくるのかな。40年と50年とかした頃に戻ってくるんでしょうね、多分。僕らが今修理しているのはもういない、死んじゃった方のとかやってますから。だからそういうことは、こういう会社に入って幸せだったんでしょうね、それはね。本当昔は道具は使うんですけど、木工機械っていうんですかを使わなんで、何でも自分の手っ取り早くでやったとか、そういう形跡があるんですよ。今ってやっぱいくらでも時間かけりゃいいってもんじゃないんですよね。作る時間があるし、お客さんに高いもん売っちゃうことになるから、ある程度は機械でできるところはやるんですよ。でも昔はね、そういうのじゃなくて、本当の、なんていうんですか、職人さん、今の人、本当の職人さんって言ったら嘘になる、怒られちゃうかもしれないけど、本当昔の人は本当の職人さんだったんですよね。それはちょっと変わって、時代の流れで変わっちゃってきてますよね、絶対に。このまんまの形で残ればいいんですけど、今の時代っていうんですか、下手するとこういうかんな、ひらがんなあるじゃないですか。ひらがんなだってもうその作るところがなくなるんですよ。なくなってきてるんだ。だからそれでが昔のようにちゃんと回ってくればできるんでしょうけど、いろいろあるんですよね、材料に関しても。ろくろっていうんですか、ね、椅子屋さんの。もその引く人がいなくなっちゃったと。いなくなったら終わっちゃうし、終わるっていうかどっか探さなきゃいけないし、いろいろあるから、そのまんまできるのかっていうのは不安ですよね。人材はね、面白い仕事だから来るは来るような気がしますけどね。それを
その僕らができるまでに準備してくれる人がいなくなったらできないですからね、多分色塗る人もそうだし、いや僕らがみんなやればいいんですけどね、そういう時代がもしかしたら来るかもしれないね。みんな材料を自分で探してきて、そこは無理だと思うんですけどね、色塗りぐらいまではもしかしたら作った職人がやるとか、そうなっちゃうかも、そういう時代が来ちゃうかもしれないっていうところありますよね。お客さんにいいものを作るっていうのはもう当たり前の話ですからね。それはね、いいもの長いこと使ってもらうっていうのはもう当たり前の話なんで、やっぱどんな仕事でも与えられた仕事をコツコツやる、ちゃんとやるってことでしょうね。だからオールマイティにいろいろなことを覚えてなきゃいけないっていうことでしょうね。修理もそうだろうし、ちょっとしたちょっと簡単な仕事でもちゃんやるってことなんだと思いますよ。